プレゼント企画やってます。どうもドアズルです。はい、ということで本日は新しいゲームこちらゴッタスゲーム実況プレイの方をやっていきたいと思います。まあ、知らない方がね、多いと思うんですが、私も実はあんまり知りません。村づくりゲームらしいんですけれども、村づくりゲームで、すごい有名な、ね、ポピュラスっていうゲームがあるんですが、その、ポピュラスを作った人が、新しく、このゴッタスっていうスマホアプリね、作ったということで、結構絵とかがね可愛らしかったので、まあ、とりあえず、面白いか面白くないか、やってみようかなといったところで、やっていきたいと思います。ちょっと日本語訳が日本語訳がちょっと弱い感じですね。このか弱き人間たちはあなたの信者となります。まずは人間たちを救ってあげましょう。信者っていうのがね、住人とかならわかるけど、まあいいや、とりあえずタップして、あ、陸地部分が人間たちに届けば彼らを救い出せます。こっちに来いってことかな。あ、なんかタップしちゃった。あ、オッケーオッケー。左へタップしたままドラッグ。これどうするの？タップしたままドラッグ。え、どうすればいい？陸地を想像？あ、そういうこと？こういう、こういうこと？やば。え、ちょっと待って、陸が作れるってことか。すげえ。すげえ、なんか、かっこ悪い村になってるけど大丈夫。めちゃめちゃかっこ悪い村になったけど大丈夫かな。陸地を引っ張り、この円を埋める、島を作ってみましょう。オッケー。うわ、すげえ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 。自分でこうやって、島の形とかも作れるんだ。あ、思ったより、村作りっていうより、思ったよりこう、あれですね、自由度高めですね。なんか、ブサイクの島になって、ブサイクの島に。オッケーオッケーオッケー。さあ、これでいいかな。ちょっとブサイクだけどいいか。完了。不揃いだな。陸地を押し上げる。え、どういうこと？あ、これ何？山かなんかってこと？そういうことかな。さあ、これ大地のところを、まあ、陸になったのかな。陸地を押し上げ、円を消しましょう。あ、ここには人間住めないのかな。こうやって、なんか謎の砂か砂の山かよくわかんないけど、とりあえずこれをなくして住みやすくしましょうと言ったところで、これがもう最初の島みたいな感じかな。私の島ですね。え、残ったんだけど。ちょ、待って、完了じゃねえよ。残ったよ。これで大丈夫か？陸地の神社のところまでドラッグして、人間たちを救いましょう。こういうこと？こうやって救えばいいの？オッケー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 、救いました。すげえな、神様になった設定なのかな。これで？え、何も説明なし。これでもう信者は安全です。あなたは彼らの神となる。あ、神視点なんだ。だから、普通さ、ゲームって、村作りゲームって、あんまりこう、自分に対してのアクションってないけど、見て、この人間たち、私にこう、拝んでる。神になって、私は新世界の神になる。OK。家なしになってる。あ、家がないと。OK、OK。家を作れってことかな。どうしていけば、おお、すげえ、陸地がすぐできる。こうやってもう、普通に油断してたら陸地ができるんだ。人間たちが前に進めない。陸地の大きな段差の部分を登ることができません。これだったら登れる？あ、登れるね。OK。1段だったら登れるんだね。信者が再び歩き始めました。見失わないように。どうやって見失わないようにするの？2本、あ、OK、OK。これ2本でね、こうやってドラッグすると、ここにいました。何が？彼らは家と呼べる場所、約束の地を探しています。ここは少し狭すぎます。探し続けます。OK、OK。約束の地。なんか使われるワードそれぞれがなんかあれだけど。信者が道を進めません。これで進めない？こっち来いよ。OK、OK。これで進んでって、あ、ここどうせ繋げるんでしょ？わかるよ。どうせ繋げるんでしょ？ここも。すげえな。村いきなり作れとかじゃなくて、あれっていうのが面白いよ。この地は狭すぎます。とりあえずはここ道を開けてあげるか。こっちおいで。進んでって、多分約束の地っていうのがあるんでしょうな。先へ進みましょう。先進んで、なんかブンブン言ってるな。こんな感じでドラッグして信者を追いかけましょう。もう先の道作っとくよ。 OK、 大丈夫かな。さあ、道を作って、約束の地っていうのはどこになるのかよくわかんないけど、さあ、ブン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 飛んでるのはハエみたいなのが。ここは違います。約束の地とするにはひどすぎる場所です。信者の選択肢が徐々に尽きてきました。頑張れよ。え、どこにすればいいの？私が決めろってこと？ひどすぎる場所です。ハエが飛んでるもんな。そろそろ約束の地欲しいよ。ここら辺じゃない？あ、ここいいじゃん。ここ最高じゃん。魚もいるんだ。ここ約束の地にしようよ。
あ、いいね。鳥も飛んでて魚も虹も、ここは良さそうです。信者もこの土地を気に入ってるです。じゃあここに文明をどんどん発達させていくって感じか。 OK、 任せなさい。家とかを作るのかな。なんかマインクラフトみたいにこれ木を刈ってとかボタンはあれだし、日が暮れてきました。信者にテントが必要です。この岩をどかせましょう。 OK、 どうやってどかすの、どうやってどかすの、どかしましょう。指で押し続けて、おお、すげえ、神かお前は。これで信者は住居を新たに作ることができます。この薄い、枠を区画と呼びます。 OK、 区画に、あ、15秒で建築してる。人間が初めて住居を建設中。ここら辺はね、あ、すごい、ちょっと勝手にタップするとどんどん世界が変わっちゃうから難しいな、これ。あんまり適当にタップしとくと。さあ、2人の家ができましたね。これ人間増えていくのかな、どうなんだろう。マジでね、このゲームのこと何も知らないまま始めたから。でもこういうの私好きなんですよね、シミュレーションゲーム。これで安全は確保されたので、人間は、生育と発展を求め始めます。新たに住居を建てるにはもっと区画が必要です。 OK、 開拓していけばいいのね。じゃあ岩をどかしとこう。岩をどかして、新しい区画できた。このマークは人間が、人間の働く準備が整ったことを示します。タップで建設者を呼び出しましょう。あ、建設者出てきた。さあ、ここに家作って、家勝手に家作ってくれるのかな、私が指示しなくても。あ、作ってくれますかね。この人物マークは、薄透明の時は建設者が仕事で不在です。ここね。あ、テント2人人間いたのに1人になっちゃった。不在ですって書いてある。2人でこれ作ってるってことなのかな。とりあえずこれで住居を増やしたり、しっかり食料をあれしたりってことかな。この信者は新しい住居で暮らし始めました。このようにして人口を増やしていきます。 OK、 さあ、これで人口が増えていくのはいいんだけど、ん、住居にいる信者が生育活動を終えるのを待ちましょう。これ何、何、人間増やしてるってこと。生育活動を行っています。まず生育者が誕生し、その後建設者が誕生して住居は定員にいたします。 OK、 人がどんどん増えていくってことね。想像の力を使い、信者が家を建てるための区画あと3つぐらい使いましょう。 OK、 平らにしろって。どこら辺を平ら、水なくしていいの、いいのかな。あ、ここ区画で、これで建設してって出してって、どんどんこう広げていくのかな。あんまり魚さんがいるところはあれしたくないですよね。こんな感じで、こっちだったら広げても大丈夫だろう。あんまりじゃあ人間様が、建物を建てすぎて。 OKOK、 あと一つかな。動物たちがいなくなっちゃったらそれはそれで困るからな。どっちに広げていくか難しいな、割と。じゃあこっちにするか。ここら辺ちょっと 山の方を。奇跡の力、この陸地を想像するには奇跡の力がまだ足りません。神様としての能力不足ってことか。え、じゃあここ家建てれない。あ、建てれなそう。あー、いけたいけた。すげえ、どんどん人口が増えてる。まさか、もう6人になったんだけど。人口の目標人数10って書いてあるけど、いつの間にかもう6人になっちゃった。さあ7人、どんどん生まれるな人間。多分人間時間とまた違うんでしょうな。神様視点だと、神様からするともう人間の24時間なんか一瞬だから、どん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 人間が生まれ、24時間どころか何年も過ごしてるかもしれない、こいつらは。この土地でさあ、住みやすい土地を目指して、神の力、神様レベル上げていくわ私が。 OK、 ここにも作ってっていいのかな。あとは建設者いっぱいいるけど、バーを満タンにしました。文明が順調に発達しています。報酬を受け取りましょう。神様もご褒美もらえるんだ。新時代のテント、これは人口バーを満タンにした時の報酬です。このカードはステッカーでアンロックする必要があります。何、どういうこと、全然よくわかんないんだけど。宝箱に隠されているステッカーを、見つけ出してください。宝箱、宝箱ってどういうこと、どこに宝箱があるのか見つけてください。宝箱を求めてこの道を探してみましょう。こういうこと？あ、あった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 。ステッカーは宝箱に入っています。タップをして開ける。開けたらゲットできるの？ああ、なるほどね。こうやって新しい奇跡の力とかをどんどん解放していって文明を発達させていかないといけないんだけど、進んでいけばいくほど、例えば寒い土地だったりだとか、なんか見たことのない、うわ、すげえ、船もある、船もある。やば、ちょっと待って、これすげえ、すげえじゃん。面白い。すげえな。これで、ここで、人をただ増やしていくだけって言ったらあんま面白くないけど、
しっかりなんかいろんな開拓要素があるんだね。カードとステッカーはタイムラインで確認できます。これで確認して、新時代の天と祈りの力、これがあなたのタイムラインです。これらのカードが新たな要素をアンロックしていきます。試しにドラッグして未来を覗いてみましょう。未来、このエリアはあなたが発見したカードが置かれます。特定のカードは特定のステッカーによって有効になりますと。カードをアンロックして有効にするにはバーを満タンしなければいけません。いろんなねミッションをクリアしていって新しい能力を解放していこうということですね。このステッカーを住居カードの上にドラッグ、こういうこと？ OK、 新しい時代のテントができたぞ。他にもいる、うわすげえな、文明がすげえ、木造建築、より大きな住居、神の贈り物とか、すげえ、底なし沼とかある。底なし沼いる？あ、戦いするのかな？隕石落としとかある。え、これワンチャンさ、戦争していくってこと？すげえ、普通にこれ、巨大な住居とか、なんかいろいろありますね。まあいいや、ちょっと少しずつ進めていこう。さ、新時代のテントになって、全部のテントがそうなるのかな？住居カードを有効にしたので、信者は新たな住居を建てれるようになりました。16人まで増やしましょう。新たな住居にはできない。できない。じゃ、ここに新たな住居してみる。どんどんあれだな、新しく作った家が強くなっていくな。まあそんなもんか。ここももう繋げてしまいますね。繋げてしまって、ここにも新しい家を建てていこう。あ、すげえ。それぞれの家に住んでる人がもう大工さんだから、相当作れるな。この大地はまだ広げられないんだよね。だから自分が建てれる家はある程度決まってるから。あ、みんな出払ってるか。さあ、新しい村できるまでちょっと40秒ぐらいかかるな。その隙にこうやってね、広げれるとこ広げておくと。これなんだろう、新たな宝箱みたいなやつがあるけど、まだあそこには行けないのかな、私の能力だと。あ、これを隕石落としとかでうまくあれしていくのかな、どうなんだろう。あと気になるのが何個かあって、これ何？かがり火か。かがり火こんなでかくないだろう。未完成で1分15秒って書いてある。あ、素敵な住居できた。素敵な新住居です。いいね、あばら屋。あばら屋、こっちはキャンプか、テントか。店舗とあばら屋。いいね。あばら屋の方が人がたくさん住めるのかな。OK、OK。さあ、こんな感じで大工さんどんどん働かせて、まあ、人を増やしていくよと言った感じで、じゃあ一旦今日はここまでにしとこうか。今後もね、ちょっと村が発展してどうなっていくのかっていうのは気になるところではありますが、まあ、ちょっと地味だよね。地味なゲームで、少しこう、なんていうの、好きな人は好きだし、嫌いな人は嫌いだと思って、私はね、割とこういうシミュレーションゲーム、眺める系ゲーム、すごい好きなんですよね。自分の、ああでもない、こうでもないとかやりながら、人が増やしていくのとかすごい好きなんで、ちょっとね、今回のこの動画を見て、まあ、反応良ければまた続編もやっていきたいと思いますし、もう少し続けてみましょうか。言うてまだ、触りの触りだと思うんで、このゲームがどんなところにね、向かっていくのかっていうのを、もう少し、やってみたいなと思います。面白かったっていう方はね、ぜひともグッドボタンとか、コメントをね、残していただけると幸いでございます。ということで、じゃあ本日の、これ何だったっけ、ゲーム名前がゴッタスだったっけ、ゴッタス、ゲーム実況プレイのこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。